こんにちは、レオンチャンネルです。10月になりましたので、レオンチャンネルが今月にデビューする予定の商品を紹介していきたいと思います。はい、これが10月のカレンダーですね。これ見ての通り、今月ものすごい発売するんですよ、いろんなものが。いつもだとね、ここに映像を出しながら説明しますけど、もう今回はね、ダラダラっと一気に紹介します。まずは10月の5日、デラックス戦国ドライバーと、ロックシードホルダー、それとアームズチェンジ01ですね。これはガイムのアクションフィギュアですね。ワップとかそっち系のやつですね。それのガイムのオレンジアームズ、そしてさらにソフビのガイムとバロンです。あとは初ガンプラレビューになると思うんですけど、 HG のビルドストライクガンダム、これはガンダムの新作アニメのガンダムビルドファイターズの主役機ですね。少し気になったので主役機だけは購入しようと思います。それと10月の上旬にはガシャポンのなりきり仮面ライダーガイム1ですね。戦国ドライバーとか大大丸とかが200円のガシャポンサイズになってます。そして10月の8日には仮面ライダーキッズガイム、これは仮面ライダーガイムの指人形ですね。そして12日ウルトラヒーロー500、ナイスと父とキングが出ますね。まあ多分3つとも買うと思います。それとウルトラ怪獣も結構発売されますね。僕が気になるのは今のところミクラスですね。あとバトルアタッシュの久しぶりの新作でバトルアタッシュ光の国バージョンが出ます。これは買います。それと超発光銀河、巨大なサイズのウルトラマン銀河ですね。7色かなんかに発光するらしいんですけど、40センチぐらいかな、すごい巨大らしいんで多分これは買わないと思います。ディスプレイにも困りますからね。それと恐竜ジャーの新作充電器セットの充電器デカーニバルです。完全新作の特別な充電器セットですね。それと SH フィギュアーズの恐竜レッド、戦隊ものでフィギュアーズをレビューするのは秋葉レッド以来ですね。そして10月の中旬にはガシャポンの充電池07、これはカーニバル充電池とかスピリットバージョンのプテラゴードンとか今までにラインナップされてなかった特別なものが入ってます。15日にはソフビヒーローガイムですね。200円のソフビヒーローシリーズの新しいやつですね。パインアームズとかバロンとかがラインナップされるようです。そして19日になってもまだまだすごい発売するんですけど、まずは大大丸のアームズウェポンですね。これはデラックス玩具の外部の武器ですね。それと無双セイバー、さらにソフビのパインアームズ、そしてアームズチェンジ02アクションフィギュアのバナナアームズが出ます。これはバロンですね。そして10月下旬にはガシャポンラッシュなんですけど、まずはロックシードフルーツスイング、これはロックシードの形をしたスイングですね、キーホルダー。それと特撮仮面ライダーズ、前にレビューした頑張れショッカーとかあっち系のライダーバージョンですね。それとガシャポン充電池08、これはエンプティーバージョンでテレビに出てきてエネルギー切れの時の充電池の柄になってます。まさかのエンプティー充電池をラインナップしてくるとは。財団 B もね、もうお金をむしり取ってきますね。それとサウンドロックシード、これは噂の1回500円のガイムのロックシードのガシャポンです。1回500円のガシャポンですからね、まあ、やりますけど4回回したら2000円ですからね、恐ろしい。そして22日には勇者ブレイブガム、勇者ロボシリーズかなの食玩ですね。多分レビューすると思いますので一応ラインナップに入ってます。それとガイムキット、これは食玩のベルトとか無双セイバーですね。そして26日、もうまだまだ発売があります。ガイムのソフビの竜輪と残月、それとデラックスブドウロックシード、さらに SH フィギュアーズの仮面ライダーブラック、まあ、買っちゃおうかなと思ってます。そして今月のウルトラエクのタイラント、これはね、写真を見る感じだとシーボーズとかレッドキングをベースにしたデザインなのであんまり期待できないですね。まあ、買いますけどね。そしていよいよ最後の充電流ですね、デラックスギガントブラディオ、充電池10番のブラディガスのロボットです。それと29日には超変形充電池、充電池がガブテラに変形する食玩ですね。テレビにそんな設定はないですけど、食玩完全オリジナルの変形充電流です。オーズのカンドロイドをイメージしてもらえるといいですね。あのカンカンっぽい形の充電池がガブティラとかプテラゴードに変形します。一応現時点で確定しているレビューする予定の商品はこんなところですね。はい、というわけで10月のレビュー予定の商品を公開しました。いや今月はね、さすがガイムが始まるだけあって相当な発売ラッシュなので、レビュー動画もかなり盛り上がりそうです。まあ恐竜ジャーもね、ギガントブラディオとか食玩とか充電池も出ますので、仮面ライダーのレビューも戦隊のレビューも楽しみにしててください。以上、レオンチャンネルの10月のレビュー予定でした。今月は絶対大変ですよこれ。